どうだろう。俺ね、あんまりこだわんないんだよな。ああ、見た目ですか。じゃあ今ブラックだと。あ、黒かっこいいね。ちょっと欲しくなりますかね。うん。これかっこいいな。俺白より黒の方がいいな。つえ。ちょっと。どうぞ。この差は大きいね。ああ。これいい。全然これやっぱ、金物にはいいかもしれない。早っ。これ現場早く終わっちゃいますよ。これだってベーマスだもんね。ベーマスです、バリバリ硬いです。下のなしでいけるね。あ、でもね、強い。パワーが。パワー自体強い。一瞬振られます、ね。あー、こうぐっと。中ぐらいでやる。中ぐらいだとね、程よいです。程よいです。タリング打つときは弱とかの方がいいかもしれないね。そうですね。ああ、でもこれいいね。この振り替え。やりやすいんじゃないの？要は手袋とか革手とかしてても、触りやすいように、あ、なるほどね。毛をちょっと太くしてるんです。優しいね。あ、でもこれやりやすいよ。やっぱこう下から打つんだろうね。ああ。なんか狭いところを下から打つときにバド枠とかを下からね、見えないところに引っ張るんで、そうすると頭がちっちゃいっていうのがいいかな。在来やってる大工さんだったら欲しいと思う。切り替えができるから、いや、俺いいと思いますよ。